こんにちは、ゆうゆう亭ヴァンガード担当です。今回はネクストさんの刀剣乱舞のデッキとペストさんのグランブルデッキの対戦動画の番外編をお届けします。それでは対戦動画に移ります。はい、じゃあ、まず想定なんですけど、あ、じゃんけんからか。まあ、よく結果忘れるからね。そう、これもしかしたら先行ここ入れ替わってるかもしれません。僕らはじゃんけん覚えられないので。で、これは普通にちょっと0戻したんですけど、まあ、相手が刀剣乱舞だって分かってれば、あまり安心戻しませんね。ブッパが来ちゃうんで。ただ分からない手でやってるので、今は0を戻しました。いいですね。これは今もう僕のハンドはなかなか厳しいですね。僕はもうこれやるしかないので、これも勢いよく2番ですね。もう手札に今使えるガード値は全てゼロなので、これいいですね。これまくれそうな気がしますね。まくれませんでしたね。うん、でもこれすらもう守れないのでもうだいぶ泣きそうでしたね、この辺で。もうこれは出すカードがないので、出せるカードもないので、V と前に出して、しかも5000ガードなんで、この時点で一応バンシーを引いてるので、まあ、どっかしらは止められるんですけど、すでに2点なのでだいぶ押し込まれちゃってましたね。なんか前の7000がなんかよくわからないけど返ってきたので、これ勢いよく3番ですね。で、2の効果で、1をスペリオールコールできます。で、ここはもう止めないと、鳥がまくられたら手遅れなので。何もないじゃん。ここは一応蓋をして、鳥がまくれなかったので、この5000余計もちゃんと5000切ります。僕はここで、ですね、都合よく超越コストを引いてきたんですね。で、まあ、こっち、ここはもうもちろんノーガードになっちゃいます。で、この時点でもまだガードに使えるカードが完全ガード込みで2枚しかなくて、ここかなり出すか渋ったんですけど、出したところで勝敗に影響しなさそうなので、確か出さなかったと思います。考えで切り札と超越コストみたいな。そうですね。もうやるしかない。だいぶ厳しい状況ですね。うん、これでしかも5000もひどい。万がないのが完全にバレてるので、すごい厳しいですね。なんかこれはまあ多分勝ったなみたいな感じですね。で、乗るのが、これ小九郎ですね。で、小九郎の効果で、あ、小九郎じゃないや、これ超越ボーナスだ。超越ボーナスの効果で、これすごいんですけど、これ都合よく、これ二郎たちが出てきます。山に1枚なんですけど、これで、ソウルブラストのペルソナで、タロたちを表にできるので、プラス5000テキストまで使えますね。で、これで、ハンドにヒールを持ってきて、上にクリティカルを積み込みます。でも僕はこの段階で貼るか、完全ガード貼ってももう横に乗っちゃったら止められないので、とりあえず
ヴァンガードはノーガードが確定しました。クリティカルだし、うん、クリティカル3点。うん、気持ちいい。もうすごいですね。うん、これグッドゲームですね。今回はネクストさんと、ペストさんの試合はネクストさんの勝利となりました。ご視聴ありがとうございました。